アンソニー・ジェームズ・ウィンゲンターは、アメリカ合衆国アラバマシュー・マディソン軍、ハンツビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2012年の MLB ドラフト36巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は契約せずに、オーバーアン大学へ進学した。2015年の MLB ドラフト17巡目で、 サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスで、プロデビュー。A-9 トリシティダストデビルズでもプレーし、2球団合計で12試合に登板して1勝2敗、防御率7.23、16奪三振を記録した。2016年は、a 級フォートウェインティンキャップス、a 級レイクエルシノアストーム、a 級サンアントニオミッションズでプレーし、 3球団合計で38試合に登板して3勝1敗、9セーブ、防御率1.70、65奪三振を記録した。2017年は AA 級サンアントニオでプレーし、49試合に登板して2勝1敗20セーブ、防御率2.45、64奪三振を記録した。2018年は開幕をトリプル A 級エルパソチワワズで迎えた。 8月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし7日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューこの年メジャーでは22試合に登板して防御率3.7927奪三振を記録した2019年は51試合に登板して1勝3敗1セーブ防御率5.6572奪三振を記録した2020年7月19日に トミー・ジョン手術を受けたことが報じられた。急速は最速100マイルパーアワーを誇る。ありがとうございます。